6mm 六角レンチを使用してトリガースクリューを取り外し、トリガーを外します。アジャストスクリューを外し、ニードルスプリングとニードルを取り外します。マイナスドライバーを使用して、ニードルパッキンセットを取り外します。パッキンセットを手で取り付け、マイナスドライバーで締め付けてください。